テレジェンで作成された画像、テレジェンで作成された島の例、テレジェンで作成された農具の例、テレジェンとは、マットフェアクロックらが経営するプラナツイドソフトウェア社によって開発された、景観 3DCG ソフトウェアである。写真のように空気感を再現した非常にリアルなグラフィックを作成することが可能である。テレジェンは、 V0.943 以前の旧バージョンであるテレジェンクラシックとテレジェン2以降の新バージョンの2種類に対別できる。新バージョンではプレビュー画面でリアルタイムレンダリングが行われたり各種パラメータ等をノードを用いて設定するなどユーザーインターフェースや設定方法等が大きく異なる。テレジェン4は商用利用以外では無料となっているが無料版には レンダリングサイズなどの以下のような制限がある。商用版はフル機能のプロフェッショナル版が699ドル。一部制限のあるクリエイティブ版が349ドルで販売されている。またオブジェクトの素材データなどを同梱したパッケージも存在する。テレジェンの基礎技術はデジタルドメインにおいて研究されており、コマーシャル、テレビゲーム、または映画で何度も使用されている。 映画では、タイムマシン、ネメシス、STX、ステルス、洋島からの手紙、デイアフタート r モロー、スター・ウォーズシリーズ、怪盗グルーのミニオン大脱走など、実際の業務 CG 制作に使用されている。新バージョンのテレジェンでは、大きく分けて、以下のような要素ごとにパラメータを設定し、それらを、ノードネットワークで関連付けることで、フォトリアルな画像をレンダリングすることができる。 外部からインポートしたオブジェクトを配置することができる。単体で設置できるほか、同じ物体、または何種類かの物体を大量に配置することができる。ハイトフィールドを設定することで地形を作ることができる。フラクタルを用いて自動的に生成するほか、ドイツマルク等を用いてリアルな地形を生成することもできる。地面の色等を設定することができる。コードや 領域別に設定したり、ランダム性のあるノイズを加えることによってリアルな岩肌や草原などを表現できる。湖のような水域を設定することができる。水の透明度や反射率などを設定することによってリアルな表現を求めることができる。ただしある一定の高度、領域までを水で満たすような水域しか設定できないため、山岳地形に沿って存在する河川のような水域の 設定は困難である。大気の質感や雲などを設定することができる。カメラからの距離に応じた光源の透過率や、レイリー散乱における色の変化などを設定することで、水蒸気量の違いによる空気感の違いや夕焼け空などを表現できる。また雲の厚さや、雲量などを設定できる。光源の強さや色を設定することができる。いわゆる太陽光の位置や、行革のほか、 複数の太陽光源を設定したり、影の落とし方の設定や全体から均等に照らす環境光などを設定できる。レンダリングする際のカメラの画角や位置などを設定することができる。魚眼レンズなどの効果やぼかし、露光量などを調整できる。レンダリングする際の解像度などを設定することができる。地形や雲などの要素別にレンダリングの可否を設定できるほか、 アンチエイリアスの有無などを設定できる。2016年9月23日にテレジェン3から正式にメジャーバージョンアップがなされた。オゾン層による太陽光吸収の変化を取り入れたり、ボクセルを用いた雲の表現力の向上、外部から読み込むモデルのレンダリングについての改良がなされた。テレジェン2はテレジェンの次世代バージョンであり、TG2 と略されていた。TG2 は テレジェンがまだバージョン1.0に満たない頃から開発されていた。テレジェン D、TGD と TG2 を混同されている場合もあるが、TGD は単に新しいレンダリングエンジンの名前のことである。テレジェン2では新機能として星や植物もレンダリング可能となった。2007年から2008年にかけて、テクノロジープレビュー1から後、2008年11月に、 ディープエディションベータ、12月にフリーエディションベータとリリースされ、2009年4月2日にベータ版ではなく購入者向けに先行リリースされ、ついで一般ユーザー向けにリリースされた。Windows 2000 XP Vista Mac OS 10.4以降9バージョンであるテレジェンクラシックは基本的に地形、表面、光源、待機、 水面の4つの構成要素に基づいている。風景の形を表現するために、テレジェンでは、ハイトマップを使用している。高度はその節、地形において、各ポイントに割り当てられる。これらのハイトマップは単に通常地形と呼ばれる。表面構成は、テレジェン内部のサーフェイスシステム上で行われる。表面は、複数のレイヤーで表現する。山腹のスロープと高さ。 色などによって個々のレイヤーを管理することができ、例として草を生やすためのレイヤーを何重にも作れば平坦な場所に置いて、それが山の谷にある本物のような草に見える。大気は簡単にはランダムで雲を生成したり、テクスチャーレイヤー、または立体物を用いて表現することができる。その上、世界の雰囲気を大きく変えることができ、この項目で詳細に管理すれば、 沈みかけの赤い日没やノームなどの景観が可能になる。水面はテレジェンで最も高価でありリアルな特徴のうちの一つである。リアルな反射と透明性を表現でき、かつ描かれた自然の波は海岸線であ,あだつことができるようにシミュレートされる。ありがとうございます。